皆さんこんにちは。加藤夏樹の YouTube チャンネル夏色。本日は簡単3品作り置きメニューを作っていきます。普段の作り置きをご紹介します。一品目、白菜とレーズンサラダ。食材は白菜、みかん、レーズン、塩、フレンチドレッシング。まず洗った白菜を切っていきます。 4-5cm の薄切りにするんですが、子供が食べやすいようにもう少し小さくしてもいいかもしれないです。我が家の作り置きは多くても 2-3 日で食べきれる量しか作りません。子供がまたこれと言うから。それに私を含め食物アレルギー持ちの人がいるので、食材選びは大変です。子供だけでなく大人の好き嫌いも入るのがなお厄介。食材やお金を無駄にしないために自然と買わなくなり、野菜はパターン化してしまいがちになりました。切った白菜はボウルに入れ、塩を入れてしんなりさせます。続いてレーズンをぬるま湯で戻しておきます。みかんは輪切りに。今回はネーブルオレンジを使いました。白菜に水気を切ったレーズンを入れ、フレンチドレッシングで混ぜ合わせていきます。とっても簡単なこのメニューは、つわりで気持ち悪い時もさっぱり食べれて助けられました。保存容器に入れてオレンジをのせたら完成。さっぱり白菜にレーズンの甘みとオレンジの酸味の相性抜群。とっても簡単でしょ。2品目、無限ピーマン。食材はピーマン、ツナ缶、鶏ガラスープ顆粒、塩、ごま油。ピーマンの登場だ。皆さんはピーマンを食べられますか？洗ったピーマンはヘタと種を取って細く切っていきます。ピーマンは私は子供の頃苦手だった野菜だけど、大人になって好きになった野菜の一つです。だけどパパが大人になっても苦手なので、めったに食卓には出ません。繊維に沿って切ってあげると苦味成分は出にくいんだとか。果たして今回は食べてくれるかな。切り終わったら耐熱容器にピーマンを入れ、汁気を切ったツナ缶も入れます。軽く混ぜ合わせて、鶏ガラスープ顆粒小さじ2を入れ、塩を少々、ごま油小さじ1くらい入れ、よく混ぜます。ふんわりラップをしたら600ワットで2分チンします。電子レンジ調理は時短にもなるし、洗い物も少ないので楽ですよね。保存容器に移し替えたら完成。熱に弱いビタミンもピーマンの肉厚のおかげで壊れにくく、風邪予防はもちろん美肌効果にも最適です。3品目、春雨とハムの炒め物。食材は春雨、ハム、さやえんどう、焼肉のタレ、ごま油。春雨を熱湯につけて戻しておきます。
ハムは細切りに。さやえんどうは斜め細切りに。さやえんどうの下処理は塩ゆでしてヘタと筋を取りました。さやえんどうはこんなに小さいのにビタミン豊富で、さやごと食べるのでカロテンも吸収できるから優れもの。生活習慣病から守ってくれるので大人も子供も食べておきたい野菜です。春雨も 3,4 センチくらいに切ります。熱したフライパンにごま油を敷き、春雨、ハム、さやえんどうを入れ炒めていきます。いやー大変、春雨が固まる。春雨はしっかり戻さないと固まります。注意注意。焼肉のタレを入れ、保存容器に移し替えます。春雨が固いのでこの後水を入れて電子レンジでチンしました。完成。つるつる春雨は子供が大好き。焼肉のタレも万能ですよね。本日の簡単3品作り置きメニューが完成しました。副菜の一品にぜひ作ってみてくださいね。私はお昼ご飯でいただきます。子供の感想。娘、ママのご飯おいしいね。息子、ううう、完食してくれました。パパの感想、うん、食べれるね。一口食べて終わりました。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。